とっても簡単でカラフルなラナンキュラスをお花紙で作りましょう。花びらのパーツはお花紙を蛇腹折りにします。お花紙を半分に切り、2枚重ねにします。六山タイプの織り子ちゃんの手前半分のところに置き、一山ずつ蛇腹に折っていきます。手で折るときには適当に折って構いません。真ん中で半分に切り、それぞれ2つ折りにします。折り目でない方の真ん中部分に1センチぐらい切り込みを入れます。開いて折り目に直角になるよう真ん中の部分をホッチキスで留めます。蛇腹を開いて折り山を潰します。ホッチキスで留めたところがこんな風になっていますので、この状態を覚えておいてください。お花紙は2枚重ねになっているので、破らないように気をつけながらふわっと開いていきます。ぐるりと開いたら、先ほどホッチキスで留めたところを指で押さえます。1枚のお花紙から花びらのパーツが2つできます。真ん中の丸いパーツを作ります。手のひらに液体のりを塗って、手と手をペタペタと合わせ、全体になじませます。重ねたお花紙の上に手のひらを軽く乗せると、1枚だけくっついてきます。これを手と手の間に挟み、渦巻き状にくるくるとまとめます。端が剥がれてくるので、糊をつけて貼っておきましょう。丸めるときにぎゅっと力を入れると小さくなってしまいます。小さくなってしまったものはつぼみに使ってください。いくつも作っていると上手になってきます。花びらのパーツを3つと中心部分のパーツを1つ組み合わせて花を作ります。1つ目のパーツの真ん中に糊をつけ、2つ目のパーツを重ねたら真ん中を押さえます。また同じように真ん中に糊をつけ、3つ目のパーツを貼ります。花びらのパーツの真ん中に糊をつけたら、中心部分のパーツの周りにぐるっと糊をつけ、真ん中にそっと置きます。この時、手に糊がついてしまったら、こすり合わせて乾かしてください。花を手のひらに乗せ、包み込むようにして、形をまとめます。黄色のほかに、オレンジ、クリーム、赤、白で作ってみました。ピンク系なら、桃、紅桃、桜、ボタン、白を合わせると、かわいい感じになります。お好きな色でカラフルなラナンキュラスを作ってみてください。